タルイコールエイコールガロンヌ県は、フランス南西部の奥下に地域県に属する県。県名は県内を流れるタルン川とガロンヌ川に由来する。フランス革命前の州で、色分けされた、タルイコールエイコールガロンヌ県の地図、ラングドックガスコーニュ、アルマニャックリビベルダンコンドモワギュイエンヌ、ケルシールエルグアジャネフランス第一帝世紀の1808年11月4日に、 ナポレオン一世の決定で、近隣の諸地域を統合して生まれた。モントーバニアモワサックを含む県の半分以上の地域は、ロット県から、カステルサラザンを含む3分の1以上の地域は、オートイコールガロンヌ県から、残りの地域は、ロットイコールエイコールガロンヌ県、ジェール県、アベロン県から分割された。奥下に地域県に所属し、ロット県、アベロン県、タルヌ県、 オートイコールガロンヌ県、ジェール県、ロットイコールエイコールガロンヌ県と隣接する。県内の最高地点は、キャスタネに位置する標高510メートルのペシモーレルである。フランスメトロポリテーヌ内で最小の面積を持つ県の一つであるにもかかわらず、タルイコールエイコールガロンヌの地形は非常に多様性に富む。タルヌ川とガロンヌ川の間の平野や、アベロン川谷は、 県北部やロマニュの丘陵地帯と対照的である。県東部は石灰岩質の高原で、コース地方は牧畜に特に適している。サンタン,ン地域にあるアベロン渓谷は特に観光客を引きつけている。季節の移り変わりはタルイコールエイコールガロンヌでは時に不規則になる。穏やかな冬は雨が多く、雪よりも氷が身近である。 春の雨は頻繁で、降雨量も多い。夏は暑く乾燥し、秋は温暖である。11月は晴天が続くのと対照的に空気は冷たい。大規模な農業圏で、地域圏で生産される果物の80%を、タルイコールイコールガロンヌが生産する。2012年には年およそ30万トンであった。ブドウのシャセラスドモワサックは、 地域県内及び国内で非常に有名であり、多くも認定され、2012年には、年4000トンが生産された。出店、スプルフィ・イ e エ・ポア・レ・アネ2006-2007人口5000人を超えるコミュームは、以下のようになっている。モンタウバン、サイトウェブテンプレートでは、アクセスデート、イコール引数が必須です。モアサック、サイトウェブテンプレートでは、 アクセスデートイコール引数が必須です。キャステルスレイソン。サイトウェブテンプレートでは、アクセスデートイコール引数が必須です。カサード。サイトウェブテンプレートでは、アクセスデートイコール引数が必須です。ありがとうございます。